裁縫道具持ってきてる。どんなことがあってもいいように。はい、ステージは大好きの皆さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、優秀さん、優秀さん、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。確認します。全然わからへんね。それではマイクになります。あなたの商売道具なんで、はい、これは、はい、では30日の本番お待ちしておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私はその前に喋るからね、それが。決まったらもう一回なので、多分そこで足つります。今の時点でパンパン。お願いします。第63回日本レコード大賞はダイスの皆さんの視聴率に決定いたします。ありがとうございます。全然自分が終わってない。ありがとうございます。そんな感じで、はい、明日もよろしくどうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。明けましておめでとうございます。開けてない。え、開けてない。今日行くんで。ももくろさんのパス、どうだった？すごいステージだった。それでは本番よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、私はまだです、まだです。参りたいと思います。桃色いくよ。まあいいですよね、やっぱ武道館は楽しみです。歌わんがな。もののふの皆さんの優しさよ。優しさじゃん。優しさがね。はい。いきます。最後最後。やべ。では、やべます。行きます。行きます。行きます。良いお年を。良いお年を。いえ。開けました。開けましたね。マジで開けました。なんかでも、なかなかないんじゃないですか、こうやって年末どんな感じで動いてるかって分かってもらえることって。しかも結成史上最もバタバタした。ね、うん、そうですね。ちょっとバッタになっちゃうかと思ったよ。もう来てんな。でもこれがお願いします。あ、お願いします。お願いします。お願いします。あ、じゃあマイクつけていい。はい。こちらです。そういう感じか。なんかほら、なんもないから多分大丈夫。あんまなんかね。ね。怖。怖。心配だね。でもダイス TV っていつももっとワイワイ楽しく、まあ、楽しくさせてもらってますからね。ワイワイしてます。ちょっと暗いっすよ。暗いっすよね。違うね。なんかテンション感なんでだ。制作の人変わった説ある。
おはようございます。はい、おはようございます。お願いします。はい。いいなぁ、めくりたい。はい。逆境味方ですけど、形勢逆転カードゲーム。もう楽しそうじゃないですか。なんか別にカードゲームやってるかっこいい。楽しそう。今回得点映像を作るにあたって、はい、ダイスの5人を徹底的に調べ上げ、番組独自のグラフを作成しました。何それ、どういうことっすか。それはこちら。皆さんはお笑い能力だけ著しく低いです。それはなぜだと思いますか。おい。いやそう、そうかな。なんならここもこうじゃないですけどね、うん、ちょっと一点それがこっちはこっぱずかしいです、はい、最近ノリに乗っている皆さんはそこそこなスターになってしまい、逆境に立たされることがなくなってしまっているからなんです。そうでもないの。そんなことないですよ。それもないの。全然そんなことないですよ。スター感ないんですよ、はい、今でも渋谷で待ち合わせとかすんだから、ね、そうなんです、はい、まあ、そこでね、はい、今回はあえて逆境を用意しスターになる訓練をしてもらいます。うわ、まあ、逆境は慣れてますからね。こういうことね。確かに。罰ゲームが書かれたカードが20枚用意してあります、はい、それをババ抜きのヨーヨーで抜いていき、カードが揃った人はそのカードに書いてある罰ゲームをその場でやってもらいます。え、カードが揃ったってすぐ揃えますよ。ちょっと俺も読みながら理解してるんだけど、多分それババシカじゃん。ババシカ。しかしリバーシーという言葉には困難な状況を一変させるという意味合いが含まれていますので、誰にでもできる簡単なゲームに挑戦し、クリアすれば一発逆転で罰回避できます。おー、なんだ。なるほど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 、なんだ、救済措置がね、やっぱり、スターになれるか白黒つけましょう。何をうまいこと言ってるんですか最後。これちなみにあの初手で揃ってる場合もあるじゃないですか、はい、その場合はどうするんですか。やってもらいます。捨てれないんですか。捨てれません。じゃあ皆さん一斉にカードを見てください、はい、どうぞ。なになになに、なにこれ。うわ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 。ちょっと待って、いやいやこれ、いや、え、いや無理、ま、え、うわ、マジかよ、最悪。え、全員揃ってないってこと。揃った。あ、そうだ、揃っちゃったんだ。楽しみ。いいの引いたね。あ、確かに。いいの引いた。一発目に持ってこいよ。持ってこい。なんかライブとかでも声出しして、そうだね、ちょっと準備体操して、よし、じゃあ気持ち整えてライブ行こうじゃないですか。その手で言うと、ちょっと落ち着いて今入ってるんですよ、ここ今日。そうそう、まあ順々にテンション上がっていくだろうと思って。テンションがね、これ来るか最初から。これ8曲目9曲目ぐらいだもん、はい、まあダイスで言うとパラダイブみたいなぐらいの。オーラスやオーラス。じゃあ雄大さんサイコロ振っていただいて、はい、それ成功したら回避。あ、回避できるんですね。そうですよ。いや話聞いてた。もうゴリラしかないよ。ゴリラしかないよ。いや、やるってなったらやるでいいですよ。あ、そう、やれるのよ。やれるのよ、別にえ、お笑いの点数が低いからやれるのよ。そう、どういいよ、別にやっても下がるかもしれないですよ。ゼロになっちゃう。食い込んでくるかも。なくなっちゃった。いいですか。いい、結構器用系ですか。器用系、おっさんな、器用系。器用系おっさんな、もう器用おっさん。何が来る。お、変なの来る。あ、これいけちゃうんじゃないの。これはいけるよ。これ雄大君得意なんじゃない。これ絶対いけるよ。3 2 1 カンパン。1 カンパン。器用系おっさんは不器用系おっさんになりました。いや、これから ゴリラまで、はい、3 2 1、ゴリラ。普通にうめえな。うますぎやろ。
ガチやん。お笑いのレベル上がってないじゃん。いるいるいる。いるうまいから。まっすぎや。やりづらいわこの頭。本当に。全力モノマネどうしたらいい。5番目よ5番目。あ疲れた。やめなさいよ。やだよ。怖い。やだな。本当やだよ。揃いませんように。揃いませんように。揃ってない。セーフ。変なね感情混ざっちゃうとね。多いな。引けよ。しゃあ。こんなお題もあんの。すげえな。じゃあ行きますよ。これですね。揃っちゃった。やったなこれ。いや揃ってないです。いや多いんだよ。そっち系が。そろえそろえ。そろりな。そっか。え？揃ってないです。マジか。引かない引かないそんなおい。お、来た来たねこれ。来たわこれこれ来たわ。アナソ来た。だ。同じじゃんよ。なんで弟分みたいなやつや。雄大これやって次ボーカルこれやる。そんなことある。和洋和洋折衷ですね。何を言うて。よかった。いやそうだ残念だね。あ残念だな。残念だね。残念だ。めぎらえめぎらえ。残念だな。残念だな。モンキー。あれゴリラちゃう。あれゴリラちゃう。こっち。あこれ。これなんか人間の言葉喋ってた。そう。もうちょっと。うぎゃ。あがちゃん。うぎゃ。うぎゃ。うぎゃ。わからんわからん正しいのわからんポケットから何いきます。おーあ飛んでる。やばマジでえぐいてやばいやばいこれね一回となれる一回やるじゃん大切な何かを失っていくよ。俺があと20個ぐらいあるってことでしょ。長っ長っ顔色変わって俺持ってるやつね全部やだもん来たなこれこれやだった俺これやだったこれ嫌やっておいあガリガリおい恥ずかしいやば恥ずかしいマジケツキってだから知ってるダメナイス当たってるねいやいやもう見たい見たいやばい見たいまたないことになってますはいアルバムリバーシーぜひ皆さんお楽しみください。